ね、かつ具料理の和田さんです。今のうまいこと店の紹介できたよね、いつも雑やけど雑っと呼ばれてしまうな。雑っちって雑っちじゃないのよ、雑っちじゃないのよ、雑っちじゃないのよ。日本一雑な案内をする解説者です。もう全部シャッター閉まってる。終わったな、オワコンや。 Stay away to オワコン。オワコン、そしてサーファーはロリコン。恥ずかしい、今の自転車の人に聞かれた、叫んでんの。まああんまりね、人はいないね。今東川さんに似てる顔の人がおったな。マスクせえよ、マスクしなさいよ。なんかおる。何あれ。なんかおる。323番のとこになんかおる。怖っ。これまたセブンイレブンが見えてきたということは、どこやろう。もっとなんかこう光ってたりするんちゃうの。建物が虹色とか。虹色はないか。そんなはずはない。電車からやったらね、あっという間にこうすぐ見えるんだけど、あれ焼肉屋さんやけど、こう牛を3つ書くって、これどう読むのかな。感じわからん。もう行き過ぎた。まさか、まさか、そんなバカな。いや、ありえるか。なんで？なんで？ほんまに？あれ、電車から見えてるよね。あれ？あかんやん、これ。もう、三宮やん。どうなってんのこれ。ああ、やってもうたな、これ。迷ってないと思ってたけど、迷ってもうたな、これ。さすがに、さすがに違うでしょう。そこも JR の三宮ですよ。ああ、やってもうたな、これ。二宮筋商店街いうのもあるんやね。おかしいなぁ。これ撮影初の失敗ちゃうか、これね。やってもうたちゃうん、これ。心屋さん、心屋さん。電車で走ってたらすぐ見えてないけどな。いつも見えてたんですよ。
やっぱ俺にはこう縁がない世界っていうの、やっぱり行き着かないっていうか、行かない方がいいよっていう、こう守護霊さんみたいなね、こうリスナーの皆さんの生き量であったり、こう守られてる感があるよね。行かない方がいいよと、なんか不吉なね予感じゃないけど、まあそんな感じするよね。うん、ちょっと待てよ。ちょっと待ってくれよ。どうだ、これ北海道の人は、ちょっと待ってけれーって言うんかな、可愛く。ここじゃないの？もちろん俺、入ってはいかれへんよね。合ってる？やっぱり通り過ぎてたわ。向こう側を歩いてたら、看板が見えないんですよ。ここです。着きました。ということで、ちょっとサムネ用のやつをね、撮らないといけないんで、ちょっと離れて撮影します。全体がちゃんと映るように。これですね、一応の目的地に着きましたんで、皆さん見守りありがとうございました。そして大川隆法代表のご冥福をお祝いします。ありがとうございました。ご視聴の皆さんありがとうございました。